Unlike Tokyo's other more glamorous and rowdy neighborhoods, Bunkyo is unassuming, practical, and neat. The same can also be said about an inconspicuous eatery that has been serving dinners now since 1835. Located near the edge of Bunkyo, Hashimoto is the place to be if you're hungry for some eels, or in Japanese, unagi.大きさがね、こんなでかいの使ってるの。うちだけです。で、うなぎっていうか魚本来の匂いが出てくるんですよね。こう油が出てきたりとか。それが炭に落ちて、周りに広がるんですけど、その時に、いい匂いだなって思うやつは大体うまいですね。で、油はあって、煙はいっぱい出るんだけど、匂いが全然しないやつとかっていうと、食べても味がしないっていうんですか。 なんでうちなのかなっていう感じです。うちの母も最初のうちは私と同じくか、それ以上に分かってなかったので、あ、そうなのみたいな。ただのガイドブックに1個載るんじゃないの、程度の感覚じゃなかったのかなと思って。それがあるからと思って来られるお客様もいらっしゃるので、それに恥じないというか、期待に応えるようにはしたいとは思ってます。と言ってる間に終わりましたね。ほっとしますよ、もう本当に。もうね、ここまでやって、あとね、もう昼の営業直前ぐらいまで比較的のんびりなんで、もうなる。 私で6代目。あんまり意識したことはないですけど、なんだかんだ言ってやっぱり食べて美味しくなくなっちゃったらしょうがないんでね。そっちの方が煮るって言い方しますね、私。煮詰めるんですよ。あれだけは他の授業やらせないですか。